録がもう22、23ぐらいじゃない23とかって気がしますね。でかいね、しかもでかいっすね、うん、試合見て、こう遠慮がないですよね、よしこさんはね。ゲスト感がなくなってきましたね、すっかり。なんかオズで言ってもゲストみたいな感じがすっかり定着してますね、うん、もうね。最初、あたさんがよしこさんを呼んでた時は何事かと思いましたけどね、もうね。今年で24ですって。ああ、そう。さすが、お若い。詳しいですね。あ、藤田茜選手はこの日昼ハードコアだったんですね。ああ。すごい背中ね、すごいあざだらけだった、ね、夜もある意味ハードコアです。こっちもハードコアすんだよね。まあメインでしたからね。そうかそう、うん、そうですね。よしちゃんとかほちゃん合いそうな気がする。あ、はい、うん、そんな昼のアイスリボンをこのニコプロさんで中継が入ってたりとかですか。そうですね、6月に放送する。あ、ですって、見てくださいね、ね、6月ですって。ペットボトルのキャップ痛そうだ、ね、ペットボトルのキャップをね、リニューバーって巻いてその前にね、いろんなことやってて、地味に痛そう。背中が丸いあざだらけなんですよ。 あれペットボトルのキャップのあざなんですか、うん、僕はなんか健康用の吸盤のやつやってる。あー、カッピングですか。そうそう、カッピングやってるのか。カッピングいいですよ、でも本当に。あれいいです、私も最近すっきりするみたいな。やっぱり血行が良くなるんで。ハムコさんポーズを。安い会場なんで、やっぱりこの会場は、うん、本当にのこの会場の一体感だ。よしこさん以外全員がこれを望んだっていう。新たな試練ですね。すごい、なんかいいこと言ったっけ。よくできたお客さんだわ。お前ら、お客さんが求めてるものをできねえでな、プロ失格だ。おお。吐かせるってすげえなぁ。見たいのか見たくないのか。
一斗缶の中に入ってるこの後あのよしこさんリング車ですごいへこんでて夏木さんが来て可愛かったよ可愛かったよって言ってたすごいよ藤田選手もオズ初登場がこの試合って結構感じ聞いてますよね確かにしかもだってあのセクシーポーズ見せられてから出ていかなきゃいけないって結構ハードル上がりますよねどうしろっていうのってなんか5分経過5分経過藤田選手と試合はカオちゃんされたことはあります。 どんな選手なんですか。まあでもパワーファイター、はい、でかいですよね、うん、あのびっくりした初めて見て。でかいですね。なんかやっぱ、あのジュニアのベルトも、うん、あの防衛戦、うん、藤田さんでやったことありますね、うん、なんかまあ典型的なパワーファイター。でもここ最近ね急成長してると思う。痛い嫌ですよ。嫌です。嫌な本当圧かけられた。浜口組出身なの。え、そうなの。おー、へー。じゃあ基礎はだいぶしっかりされてらっしゃる。そうですね、知らなかった。カホちゃんよりうるせえよ。うるせえぞ。あ、立ち直った吉尾さんが立ち直ってなかった。根に持ってるだけでしたね。始まったじゃなくて怒ってる。本気で怒ってる。伊藤レフリーも最近前髪を切ったんですよね。ね、何か似てるって自分で言ってたの。賛否両論食らってるみたいですけど、私は結構好きですけどね、うんうん、てか結構伊藤さんの服装とか髪型とかが、うん、結構私の好みと似てる。ああ似てるね、はい、趣味似てる感じがする。だから伊藤さんの靴とかいつも見るために「あ伊藤さんそれ可愛いです」とかめっちゃ言ってます。伊藤さんサーファーですかね。サーファー今度一緒にサーフィンあの連れてってくださいって言ってるんですけど、なかなかタイミングなくて。彼もやるんですか。あのバリ MK4 でバリ行った時に、あのやってみたらめちゃめちゃ楽しくて、もう乗れた。まあロングボード乗りやすいだったら、はい、あの一応乗れたのは乗れました。まあそっか、まあ運動神経いいもんな。いやいやいや、でも楽しくて、なんかもっとやったらもっと乗れるようになるのかなと思ったら、やっぱやりたいなってちょっとなって。スポーツ全般結構何でも好きなんで。でしょうね。運動神経の良さが普段から見ることが。いや全然良くはないんですけどね。波なんですけど至って。あ、聞いてるっていうかもう困ってますよね。あの最初見た時にはあのなんだこれはって思ったんだ。なんか何年も見てるともう本当たまんないなって思うようになりました。最高だって思う。これ私本性が出てきた。対角線にいてもやっちゃいますもん。一緒に。はい。好き。いたー。すごい。この返しアジャコングならではですよ、ね。これはオズで。そうはいかないですね。何度も当たってますからね。おお、あ、そう、よしこさんはあとでかい上にスピード感ありますよね。ありますね。この人の試合飛べるし、うん、すごいですよね。そう、なんかあの志田さんとは違った形のオールラウンドファイターっていう感じ。ああ、ね、そうですね。あのだって MMA で勝ってましたよね。ああそうそう、ね、すごいですよね。
その日あれですよね、趣里さんも、うん、ああそっか、総合の方が試合でパンクラスさん、パンクラスさん、はい、勝ってましたね、すごいっすね。チャンピオンにストロー級かなのか、女子ストロー級、あ、そうですね、はい、ストロー級。カホちゃんってヤコにビジュアルハントされたっけ、されるわけねえだろされてねえわされるわけねえだろって自分で言ってて悲しくなってきたわ今されてません、すいません、されてませんよ、唐突な、うん、多分ね、さ、今後もされないと思うんですよ、ね、そうですよね、先生は返そうにじゃねえわいいんだ、ほっといてくれもともとは例えば憧れた選手とかは誰だ？なんかでも私はこの選手に憧れたっていうのは特になくて、プロレス全般ふわっと好きだったんで、でも女子のプロレスって見たことなくて、男子の方を見てる、はい、ずっとお父さんがもう男子のプロレスが好きで、で、あの見に連れてもらってたから、お父さんが見に行く連れてくれるプロレスを見てたっていう感じだったんで、全然本当詳しいとかもなくて、でもやっぱりその田尻さんとか、一番好き、最初に好きになったのはライガー選手だったんですけど、田尻さんとか、あと、まあ、その WWE も好きだったんで、あのアンダーテイカー選手がすごい好きで、なんかちょっと意外な感じというか、私結構でかい外人選手が多分子供の頃好きで、アンダーテイカー選手とビッグショー選手が好きで本当にでかいわ、はい、でその2人の入場曲をメールの着信音とあの電話の着信音にしてたんですよ私携帯ビリビさんはスーパーヒーローの時アンダーテイカーのもう生曲で使ったとか、そうなんです、自分は決して絶対慣れないのででかい選手に、やっぱ憧れるところがあったんでしょうね、きっと。まあでもライガーさんとかタジーさんとかはそれに比べるとだいぶ小柄ですけど、そうですね、うまい選手ですよね、うん、やっぱりうぇいあれこっちもこっちですねやっぱ田尻さんとか高道の奥さんとかはやっぱそんな体大きいわけじゃないけど、上手い方々ですよね、はい、本当に上手い方、息をするようにプロレスする人たちで、やっぱ憧れはすごいありますね、好きになって、うわっすごいですね、すごいね、本当乱戦ですね、本当これで例えばプロになってから当たってみて、はい、この人は本当にすごい選手だって、まあ思った選手います？ああ、ディック・トーゴ選手ですね。あ、いますよね、でも、はい、すごいんだ。私やっぱ、まあね、試合も、まあ、そんなになんていうかこうファンですごい好きで見てたってわけではないですけど、うん、まあ、やっぱり存在をもちろん知ってて、うん、試合っていうのも、まあ、生で見たことはないんですけど、うん、見たことはあって、うん、でもこの間本当ちょっと前に2週間ぐらい前かな試合させてもらったんですけど、うん、いやーなんか、あ、2週間前が初の、そうです、あ、じゃあもう本当にびっくりしたてなんですね。そうですそうです、やっぱすげえなって思いましたね。でまたその時に組んでたのがアキラさん、元橋本の永野アキラ選手で、まあ師匠なのでアキラさん、やっぱそのなんかこうで対局戦にいたのが東郷さんとヒロヤさんだったんですよ。だからもうなんかその中でのその先輩たちに囲まれての試合だったんで、あの空間もなんかもう本当自分の中ではすごい特別な空間でしたね。あれはいい経験になった、めっちゃいい経験になりました。本当もっとたくさん あのプロレスファンの人たちに見てほしかったです。場所がちょっと地方だったんで、はい、でも来れない人とか、多分そのカードそもそも知らない人とかもたくさんいたと思うんで、うん、まあ、もったいないカードですね、はい、すごい見てほしかったですね。初登場ってきついですよね、うん、何かは絶対に残さなきゃいけないというプレッシャーと戦って、確かにこれはダメだろう、試合だけじゃないですからね。あ、ここは返せない。ヤコハン
ヤッコのビジュアルハントの話で盛り上がってますけど、ぜひあのね、ジェイさんの方にあの言ってあげてください。この人はどうですかっていうのはやっぱり。はい、ということで14分5秒ですね、垂直落下式ブレーンバスターからの体固めでアジャコング選手、アジャコング吉子の勝利。なんか6月25の大桟橋は吉子選手と木月葵がタッグを組むと。まあ、あとそこに松本ひろ也も加わって、松本木月よしこっていうタッグ、はい、なんか最近そういうなんかちょっと625でそういうのですよね。あ、もうノリノリな慣れてきたんだ。よしこさん頑張ってください。6月25日です、ね、相手はなんとアジャトヨタ高橋奈奈だそうです。よくわかんねえ、もうなんかアジャトヨタ高橋奈奈対よしこ木月松本ひろ也。あ、こっち側なんですね、その、うんうん、こっち一応だから世代で分かれては、ね、あ、まあいるんだ。ほっとしたでしょうね、でもね、正直ね。いやそうな。まあハムコ選手はねオズ慣れてるからあれですけど、やっぱり ね、うん、ね、完全なアウェイですからね。そうですね、そうですね、うん、